おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、鶏肉とキャベツのピリ辛味噌炒めです。まずね、キャベツは食べやすい大きさにざく切りします。もうさ、春キャベツが出てきて美味しいのね、甘くて。でね、ピーマンももう適当に、食べやすい大きさ、適当でいいよ、切るのはね。パプリカももう適当に。で、ハムはね、半分に切って、かいわれを巻くんだけどさ、これ花束を巻くような感じでさ、くるくるって巻いて、でもお弁当に詰める前までさ、爪楊枝でブスッと留めとく。でウインナーに切り込みです。これね、鶏もも肉、これはね一口大に切ります。そしたらね、軽く塩コショウをね、ペペペペペッと振って、でね、これをこうまぶす感じ、こうもみ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 って、そしたら小麦粉をねまぶします。これ裏表ともね、調味料を合わせます。分量はねこれです。そしてね、また概要欄にも書いとくね。でね、覚えやすい、何もかも全部大さじじゃなかった。これ小さじです。小さじ1ね。そしたらさ、お味噌が溶けるようにしっかり混ぜるよ。卵焼きの準備です。今日はね、なめたけとネギ。で、私ね、今朝ね、一杯ご飯食べたから、なんだか胃もたれしちゃってます。胃もたれするほど食べなきゃいいんだけどさ、子供が残したのをさ、もったいないからさ、すぐ食べちゃうの。ほんでさ、すぐ食べるでしょ、子供が残した おかずとかご飯とかさ、すぐ食べてね、私が成長するの、横へと成長しちゃって困っちゃう。でもさ、あれこれお母さんあるあるなんじゃないのかな、どうなのかな、ついさ、もったいないなって思ったらさ、まだ入るから食べちゃうのよね。そして私もさ、ほんといくらでも入っちゃうの。でね、成長してますよ。だからさ、そうこの前ね、いつだったかな、インスタのさ質問のやつで質問したんだけど、またほら朝火事のさ動画も撮りたいなとか思ってるんだけど、去年私朝火事動画撮ってないよね、多分。どうだったっけかな、朝火事動画もまた撮りたいなと思ったんだけどさ、思ってるんだけど、前回朝火事の動画を撮った時よりもね、私が急激に成長してるから、多分びっくりするよ。もうあれって、もう映るたんびに私日々成長だからさ、またね、ほんと朝火事も撮りたい。もし撮った時には私の成長にね、びっくりしないでね。
が元気なんだって思ってもらえれば嬉しいです。はい、これで卵焼きの出来上がりです。たらウインナーを焼くよ。今日はさ、いつもにましてめちゃくちゃ簡単。もうあのメインのおかずに野菜をいっぱい入れたから、副菜はさ、あのなんだっけ、キャベツじゃない、あの何あれ、かいわれをハムで巻いただけだからね。で今ね、油を熱したフライパンで鶏肉を皮面から焼いてます。これはね、あの片面1分半ずつ焼いたよ。で裏返して、そしたらね、パプリカとピーマンをドカンと入れて、この上にね、キャベツをドカンと入れます。いつもさ、私蓋をして蒸し焼きにするじゃん。もう今日はキャベツとかをさ、上からドカンと乗っけたからね、あの自然に蒸し焼きになるから、このまま1分間焼いたら炒め合わせます。キャベツがさ、フライパンから盛り上がってるけど気にしない。火が通ればね、すぐしなっとなるからね。だんだん落ち着いてきた。で野菜がしんなりしてきたら、合わせ調味料をザバッと。でね、これはね、また全体を炒め合わすの。なんだろうな、ピリ辛味噌炒め、ホイコーローみたいな感じの味。これもね、ご飯が進むおかずだよ。これで鶏肉とキャベツのピリ辛ごま炒めの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切って、ご飯はね、段差をつけてる。そこのね、段差のところにピリ辛味噌炒めをね、詰めていきます。でさ、パプリカの色が綺麗く出るように一応ね、一応入れてるつもり。で卵焼きは断面が見えるように詰めます。ウインナーをちょんちょんと、そしたらかいわれのハム巻きを詰めるよ。これね、詰めるときには爪楊枝は外してる。で、ミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね、のりたまふりかけです。梅干しをちょんと添えて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はこんな感じのお弁当でした。またね、なんだっけ、あれ、材料と分量これです。概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。